皆さん、お疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方はチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。それでは始めましょう。それではね、井上尚弥選手の情報が出ましたね。井上尚弥選手、5月6日に東京ドームでルイス・ネリと対戦が決まっています。そして今スパーリング真っ只中ですね。そして2月から来ていたスパーリングパートナーなんですけど、2月から来ていたのが2人ですね。おなじみのホセ・アンヘル・ガルシアと、ルイス・ネリとも対戦経験のあるアーロン・アラメダが来ていたんですよ。そしてこのサンスポの尾崎さんによると、まあ第2陣がまあこれから来るとか報じていたんですよね。まあ第2陣のまずこれ何人来てるっていうのがちょっとわからないんですけど、一人が発覚しましたね。一人の新しいスパーリングパートナー、これメキシカンだと思ってたんですけど、どうやらねメキシカンではなくて、今回新しく来たスパーリングパートナーの一人がアメリカ人の、ジョナサン・ロペスという選手が来ましたね。ジョナサン・ロペス、自分ちょっと知らなかったんですが、ジョナサン・ロペスは、現在ね14戦全勝で10KO、 黒人ですね。アメリカの黒人、なんとこれフェザー級の選手で、レーティングが今アメリカ4位、世界16位となっておりますね。KO 率、71% で高い選手です。身長が170センチで、リーチ173センチ。バリバリのこれアメリカンですね。いや、この選手は、現在、フェザー級の世界ランカーですね。フェザー級で IBF で7位に入っております。そしてこの選手がどういうボクサーかっていうと、この選手は、まあ過去の試合何試合かちょっと見たんですよね。そしたら結構ね、ネリとは全然違ったタイプですよね。サウスポーなんですけど、どっちかといえば武井良樹選手の戦いに近い選手ですよね。まあフェザー級の中でも結構体が大きい選手で、まあ結構リーチを生かして戦う選手ですよね。結構不用意に中には入らないで、まあ、結構と、まあじりじりと遠くからじーっと見つめて一瞬でストレートやフックを打ち込む選手ですよね。結構遠くからいきなり踏み込んで一瞬でスピードのある踏み込みで入ってきて相手を仕留めるタイプですよね。いや、かなりこれパンチのインパクトはある選手ですよね。これなんですけど、まあかなり体格に恵まれたボクサー体型ですよね。もろいかにも二十歳ですよ、若い。この選手アマチュアも当然経験していて、アマチュアでは20戦ほどのキャリアがあって13勝5敗となってますね。アマではそのオリンピックに出るような選手ではなかったとのことですね。おそらくちょっとこれ確実じゃないんですが、まあプロで開花してきた選手なのではないでしょうか。まあ当然アマチュアでもアメリカの国内のトップクラスにはいたと思うんですが、おそらくねプロで開花してきた選手だと思います。結構ね、これ遠くから、本当に武井良樹選手のような、もう一瞬で遠くから入るボディストレートなんかも対応するんですよね。武井良樹選手とスパーリングしたら結構、なんだろう、面白い戦いになりますね。ただそんなに自分からガツガツ行くタイプではないんで、結構ね、まあ、相手との相性によっては眠くなる試合になるかもしれないですね。こういうタイプは井上尚弥選手はあまりスパーリングとかやったことないんじゃないですかね。まあこういうね、黒人のかなり身体能力に優れたタイプですよね。これまで井上尚弥選手はスパーリングパートナー、まあ最初の結構フィリピン人とかが多かったんですけど、まあ最近ほとんどメキシカンでしたよね。そして今回アメリカ人が来ましたね。アメリカ人のスパーリングパートナーといえば、ジャフェスリー・ラミドですよね。ただ、ジャフェスリー・ラミドはフィリピン系アメリカ人なんで、まあ、これは、ちょっとあんまりアメリカンというか、まあ、フィリピンですよね。どっちかといえば。まあ、こういうアメリカの黒人ですね。まあ、黒人とメキシカンだと結構タイプ違いますよね。まあ、おそらく、ルイス・ネリよりも先のことも考えてスパーリングやっているんだと思います。ちょっとこのスパーリングはどんな展開だったとかっていう情報は入ってないんですけどね。まあこの表情を見る限りではまあ普通にやったというか、うん。
なんかね、圧倒したとかもね、そういうニュース聞きたいですよね。スパーリングパートナーがもうダウンしたとか、このあたり非常に気になりますよね。そして試合まであと、まあ、1ヶ月半ぐらいですよね。そしてまあ、新しいスパーリングパートナー、多分おそらくもう一人来ると思うんですよ。ここも気になりますよね。それではね、また続報入り次第こちらの方で放送していきたいと思うのでね、皆さんね、チャンネル登録、あと、X とね、Instagram をぜひよろしくお願いします。あ、そして明日なんですけど、明日、早朝ですね。力石正則選手の試合がイタリアで行われますよね。日本時間で、まあ、早朝の6時半から7時ぐらいに行われると言われております。これメインですよね、力石選手。まあ、そちらは自分、実況ライブやりたいと思うので、皆さんね、遊びに来てください。それでは失礼します。ありがとうございました。